こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、また伊豆からお届けしているんですが、今回はですね、園内ツアーでもちょっとお見せしましたが、こちら特大のね、何もうこれ部屋なの、もう建物だよね、これ自体が建物になってるんだけど、入り江に 5.1m、 来園当時で 5.1m の巨大な入り江がいて、で3メートルの、女の子もいるっていうところなんですけど、なんと今日はですね、なぎちゃん餌あげさせてもらいます。すごい、すごいよ、怖いけどねで、この、今いるところがね、ケージの 裏になるのかな、表からは水場になってるんだけど、まあそれ園内の方をね、見てもらえれば分かるんですけど、裏から多分入って、ここから陸地からあげるって言ってたんですけど、まあちょっとどんな感じであげるのかは、また飼育主任のナチさんに教わりながらね、やっていきたいと思います。あ、ちょうど持ってきてくれましたこんにちはこれが今回あげさせてもらう、これ何ですか？これは鹿肉になりますね。鹿肉頭部ですか？これがね、牛、あ、これが腰骨です。腰骨なんだ。腰骨、背骨で後ろ足。あー、すごいそうな肉ですね、後ろ足。これを一応ちょっと今回はね、いつもは週末にあげてるんですけど、はい、ちょっと今回特別におやつとしてありがとうございます、あげてもらえればなっていう形で予定してます。早速、はい、中に入るんですか？中入ります。中に入るんだよな。なぎちゃん、餌なんないよね。あ、持ってかれたら撮って動画で、ちゃんと残して記録に残しておくか。うわー、これね、すごいね、建物。もう前来た時はこれ自体なかったから、イリエワニを飼うためにも専用で作った。そうですね、イリエワニのために作った施設です。じゃあもう来園が決まるってなってから作ったわけですよね。そうですね。どんぐらいで作っちゃうんですか？一応施設自体は1年かからずにできたんですけど、はい。じゃあ入っていきましょうか。気をつけてね、あくまで気をつけて撮影します。すごいよ。うわー、なんかこれちょっとこれ入れる刃なんですけど、重たっこれなぎちゃんちょっと持ってみ、重い、びっくりした。わー、すごいしっかりしてる。すごいわ。入って、まあ、すぐはまあね、こうしっかりとまた二重の檻になってて、こっちからはちょっといいですか？今覗いてもらっていいんで、水場が、わー、こんな感じでね、なってたんだ。あ、ちょっと外から見えなかったです。こんなに2段でこう奥行きがあったんですね。そうですね。これがこの真ん中のビューと閉めるんですよ。おー、なるほどなるほど。ここでね、そうそうそう、外から外から完全に観測的にできる、ワニと同じ空間に入らずに世話ができるようにって工夫がされてるんですけど。なるほどね。あー、なるほど。これを見たらもうちょっと安全だ、安心ちょっとできる、うん、そしてこっちから入るんですか？はい、そうですね。ここでまた扉を開けて、そうですね。そしたらじゃあ一緒に入っていきましょう。もう大丈夫ですか？はい、大丈夫です。こっちに真ん中は。うわー、来れました。外から見たこっちが陸地だったところですよ。すごいやっぱ暖かいんだよね。これがエアコンですよね。そうですね、エアコンが陸場と水場に1台ずつあるので、それでここ基本的には30度前後で保つようになってます。すげえ。ちょっと長くなってあれなんですけど、どの辺で産んだんですか？一応ここの下、今ね、へこんじゃってるんですけど、メスがここら辺の土も全部寄せ集めて掴みして。そうなんですね。そう、エアコンの排水に当たって湿度的にすごいちょうどよくなるんで、やっぱメスもね、選んで産んだと思うんですけどね。すげえ。ここだけでかなり広いですもんね。はい、端から端まででも直線距離だいたい7メートルぐらい。いや、本当にいい部屋だよ、こんな一人で住んでたそしてそ、ね、こっちですか？はい、そうですね。はい、いよいよ水場の撮影といきますか。出てきてくれるといいんですけど。いや、ないね。あ、ここってこういう、うん、あ、今は大丈夫ですよ。ここでもう全然遠くにいるんで。すごいよ、なぎちゃん。見えるかな。水場にいるからなかなか多分映像じゃ撮れてないよね。うん、あの辺にね、オスとメスと一緒にいる。上から見えることなんてないですよね。ないですね。普段はないですし、透き通ってる水だからこそ安心してね、近づけるんですけど、ね、もし濁ってたらどこにいるかわかんないですからね。確かに、沼地にいたら、はい、怖いですね。水場においては人間に勝ち目はないので。どういう感じで上げていくんですか？
普段からもちろんねワニが危ないんで、はい、投げ込む形で一応餌をあげてます。投げ込む感じで、はい、ただね一応この前の餌やりからだいたい1週間経ってるとは言うんですけど、はい、ちょっとね普段とはやっぱ違う様子に緊張してるのか顔をこっちに向けてないので食べるかどうかは一か八かなんですけど。なるほど、はい、ワニの頭の上にちょっと落としてもらう形で投げ込んでもらって、はい、ワニの頭の上に落としてもうあっちの 奥の水場に投げる投げる感じで大丈夫です。で今もう近づいてきてないんで、まあ、隙間から投げてもらっても大丈夫ですし少し開けるんでそこからもう投げ込んでもらってもいいですし。はい、それじゃあねやっていきたいと思います。まあ、いつもとねあの状況が違うってことでワニもね分かってるんですね。もうね結構奥に行っちゃってるんですがこのお肉を投げてみて食べるときは、水中から顔を上げるってことなので食べる映像食べるようだったら撮れると思うので早速投げて上げていきたいと思います。じゃいいですか。はい、ここまで浸してもらってワニの頭が一応あっちのガラスの方にあるんですよ。なのでもうガラスにぶつける感じで投げていいですか。大丈夫です。いくよ。上手ですか。あ、投げたらちょっと前に、うん、上がったら入ってます。いったいったいったすごいね。あ、ちょうどあっちにいたお客さんが見れた。あ、でもこっちになんか旋回してきました。旋回してきて顔を出して食べてくれるか。うわ、巨体があれすごいよ。あの頭の大きさ取り合いはしないんですか。取り合いは一応今日の段階だとしないと思います。本当に女の子もお腹空いてるときはねメスも寄ってきちゃうんで一緒にあげちゃうんですけど。あー来た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 、こっちのね陸地の方で。あー上がってきました。うーわそしたら一つを飲んだので陸に戻りましょう。あっさりですね。一口です。ナゲットですね。あ、いやすごいね、すごいわ。ちょっと迫力がレベルが違うね。あで、もう1本入れときます。今手前なんでせっかくなんでよかったらこれも投げてみて。鹿の腰なんですけど。鹿の腰女の子がいるからな。どこに投げるの。ここから投げれますか。ちょっと今近づくと、はい、女の子はちょっと早いんで女の子にあげる感じ。奥に男の子いるんでそこにもう投げてもらう形でも大丈夫。男の子の方に、はい、じゃあ行きますよ。うわーちょっとわーオスがいった。うわちょっと、うわ尻尾がこっちから出てるっていう大きさね。うわ行きました。腰あっさりあっさり食べちゃいました。そして沈んでいく。いやすごくない、なぎちゃん迫力がすごいね。あのね落ちパクねバゴンっていう、あの男の子で1日に、あ1日にじゃない、その週1回のあったかい時期の餌揚げでどんぐらい食べるんですか。餌揚げでだいたい鹿肉を骨付き鹿肉でだいたい20キロぐらい週に1回食べて。今のがどんぐらいですかね。今のが足1本でだいたい 1,2 キロ。はい、ああそんなもんなんですか、はい、20本いっちゃう。いっちゃいますね。あとはもう胴体のことは上げたりもしますし。すっげえ。ちょっと今上げてもらった鹿は普段よりちょっと小さいかもしれないですね。そうなんだ。いやもう本当おやつなんですね今ので。そうです。いやすごいわ。その餌揚げがね毎週日曜日に、今の時期何月までですか。一応まあ10月まではおそらく1週間に1回で揚げてるんですけど、それ以降の冬の時期は2週間に1度に変わってしまうんで。なるほど。日曜の12時から、はい、12時からで餌揚げショー、はい、餌揚げショーだとあっちのガラス越しからですよね。そうですね、あちらのガラスからね近くで見てもらうことができるんで、はい、すごいわ。これどうしますか。最後もよかったら揚げときますかいいんですか。ちょっとこれはじゃあメスにあげた方がいいですか。今
ね、どちらでも大丈夫です。どっちの子にあげてもらっても大丈夫なんですけど、今日用意したサイズは一応男の子想定のサイズにしてあるんで。全部これも押すんでいいんですか？はい、大丈夫です。あっちにいるんでね。いくよ。せーの。いった！うわ、いった！せーの。いった！うわ、いった！すげー！すごいなぁ。ああ、出てきてくれた。あ、メスもちょっとね、出てきたのでちょっと下がりつつ。はい。男の子はこの浅瀬には来ることあるんですか？浅瀬にも来ることはあります。ああ。ただ女の子の方が体が小さくて軽い分動きやすいんで上がってきやすいんですよね。うわちょっと角度的に伸びづらかったかな。あ、いやいけそう。あ、余裕だ、全然余裕だ。あの、あっちから出てる尻尾ね、もう恐竜だよ本当に。バランス取るためにね、頭水面上に上げちゃうと尻尾上げなきゃいけないんですよね。こりゃでかいわ、すげえ。一回喉に溜めてから飲み込むんで、まだちょっとさっきのが残ってたのか、ちょっとゆっくりめに飲んでますね。うわー、ちょうどいい、いい角度で食べてくれますね。はい。分かってるなぁ。あー、来た。いけ。尻尾を上げて、うわー。うーわ。お見事。飲んでいきました。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、もうちょっと食べてくれるかもね、不安だったんですけども、そんなことをもう吹きさらうぐらいの勢いでがっつり言ってくれましたね、なぎちゃん。すごかった。すごかったわ。もう恐竜だよ、ジュラシックワールド、ジュラシックパーク見てるみたいなね、あの感じ。モササウルスがボーッてめちゃめちゃ食べてくれて、まあ途中でもね言いましたけど、日曜日にね12時から餌あげショーということでやってるみたいなので、生で迫力ある食事シーン見たい方はぜひ日曜日にね遊びに来て見てみてはいかがでしょうか。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。